会議どうしましょう。何ボリューム19。9かな。かな、はい、はい、よろしくお願いします。言わんでいいじゃん、ボリューム何本とか。分かってないんやったら。始まりっぽいんでね、言っときますけども。いや、最近どうですか、本当に。オープニング撮ってあるやん。ラジオっぽ。最近ね。あ、最近、うん、まあ、うん、なんか、そうやな、まあ、なんか、うん、あ、うまい。やめとけよ。うまいラーメン見っけたわ。最悪。無理やって。しくった入り。そうやろ。じゃあ、絶対、もらえますか、トークテーマをね。やっちゃいましょう。お願いします。あ、とどめさしちゃった。とどめさしちゃったわ。小学校の頃の話を聞かせてください。小学校の頃の話ね。話、なんやろな。なんだろうな。小学校のみ。小学校のみよね。のみです。のみ。一番覚えてんのは、うん、小1の時に、うん、俺ね、仲良かった友達が、うん、なんかその、クラスの女子が、うん、なんか、あの、ロボットの犬みたいな流行っとってた。ああ、あったの、アイボ。アイボ、そうそうそう。持ってきとって、これおもちゃやでみたいな言って、うん、女の子が違うもん、生きてるもんって言って喧嘩して、そいつが電池抜いてほらって言ってやばーって、やばっていうのが今パッて一番思い出した。最悪最悪やん。1年生で1年生で最悪。俺の友達めっちゃ怖いやんって。一旦覚えてるな。かわいそうやったな。怖いな。小学校1、2とかもう覚えてないよな、記憶なんか。でもマジそれぐらいかな、覚えてんの。え、そのみ。じゃあ小1とかは、ね、あ、小 1? うん、あったかな。まあさ、小1から上がってってもらっていいですか。ああ、なるほどね。ごめんなさい。小1か、うん、俺めちゃくちゃ多かったな。てか人数どんなもんやった。まあでも3クラスとか。ああ、俺7クラスあった。おお。マンモス校で、まあ、3年の時に分校するんだけど。珍しい。そう。小1小2だけってこと。小1小2だけ、そう、一緒で。そんなことあるんや。うん。あ、じゃあ全然喋ったことない同級生とかも。おったよね、多分1年の時。なるほどね。だからマジで130年の地区の小学校で。すごいな。そう。あの、めっちゃでかい、なんかクスノキみたいなのあったもんな。すごい。地元で有名なの。クスノキ何の木みたいなぐらいの。まあ、なんとなくイメージね。わからんでもないけど。そうそうそう。小2とかもな、なんかあったかな。なんかあったかな。小2。何も覚えてないな。記憶力ないから。小2の時でパッて思い出せられるのは、うん、別にそのパッて思い出すだけやから、なんかあったとかでもないねんけど、なんかその、先生で一人、おばあちゃんの先生みたいな。うん、が担任の先生やって、うん、なんかその先生がずっと自分のことをドラえもんよみたいな、え、そのボケ言っとって。おうおう。 そんでそのなんかを決めるときに先生が前でじゃんけんして、うん、勝った人だけ座るみたいな、うんうん、じゃあ負けた人は座って勝った人だけ立ってて、うんうん、勝ち残りみたいなのあるやんか、うん、それで最初にじゃんけんほいっつってグー出したんよ、うん、でまあグーとチョキの人は座るみたいになってて、うん、ずっとグー出し続けたんよ、うん、なんなんこれって、うん、なっとったら先生が、先生はドラえもんやからグーしか出せませんみたいな、うん、言ってみんながはーってなった。おもろ。それはあったな。何がってなって。さすがの小二でも。そうそう、そのドラえもんみんなそのワイワイ言ってるわけじゃなくて先生勝手に言ってた。そうやな。小二ってそうでもないもんな。幼稚園くらいやと思ってる。おばあちゃんだとそうなっちゃうんだろうな。それはパッて思い出されるかな。懐かしいな。懐かしいな。小三か。俺だけない。マジでないな、小一小二は。小3からあるか。でも竹内分校しだしてからやから。まあまあ分校しだしてからね。小3は、小3、まあ、ないかな。じゃあサボってない。持ったんで俺の話だけど。マジで覚えてないな。小3はね、なんかあったかな。あ、小3は、うん、その俺、あー、じゃあこれ小4や。もうええ。小4や。ごめん。これ小4やわ。あ、じゃあね。あー、じゃああれ。小5か。もうええって。小3って一番エピソードできへん時期なんかも。小3。小3か。3年3組だったのだけ覚えてるな。
うわ、何組やったかな。俺も3年3組やったかも。ああ。確かね。まあ、小4行くじゃん。小4行くか。小4。小4はね、1個だけあるかも。覚えてんの。ついに。そさあ、うん、男と女がさ、別々に着替え出すのが小4や。体育の授業で。そうかも。で、それで、なんか、別々になって、うん、で、俺が、まあ、他の教室で、空いてる教室で男子着替えて、で、うん、終わったら自分の教室に戻って、みたいな女子のとこ行くみたいな感じなんだけど、うんうんうん、俺がもう、めちゃくちゃ早く着替え終わって、その女子行っちゃったら、その、まだ着替えてて、うん、なるほどね。ガーって、うわーにきゃーみたいな、うん。バーンってなって、その、もう恥ずかしいとか、うん、その、なんか言われたみたいなのあって、なんだ着替えた、なんだって、その、ブチ切れちゃって。なってたよ、向こう。覗いてブチ切れた。10分くらい、なしたんだ気持ち悪い。そっからちょっとギクシャクしたしばらく。うわ、かわいそう。恥ずかしかっただけなのに。そう、恥ずかしい。顔真っ赤でも。一番嫌やから、あの時期が。エロいみたいな言われるの。確かにな、あるわ。俺、小4の時は、うん、その、俺ずっとサッカーやっとって小1から、うん、そのなんか地元のチームみたいな、うん、小学校終わった後の週2回ぐらいをその校舎、じゃあグラウンドでやるみたいな、うん、やっとってんけど、そのずっとその何センターバックっていうポジションやってんけど、うん、小4でなんか小4ぐらいに転校生多くなかった？俺のとこだけなのかな？いや、ないな。なんかいっぱい来て、うん、5人ぐらい来て、専攻生が、うん、一気に学校にね。で、3人ぐらいサッカー始めたんよ。うん、で、瞬く間にポジション奪われて、ね、そのめちゃくちゃオフェンスに回されたことがあったなオフェンスのが空いてたんや。そう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 。その俺のポジションで上手いやつが来てもたから、はいはいはい、他のとこいいかなって。初挫折かな、小4で。確かに部活とかクラブチーム始まるの小4だったな。あ、確かにクラブ活動とかあったな。俺クラブ活動ね、うん、将棋オセロクラブ。え、いいや。あ、いいんや。俺もそんな、イラストクラブとか、パソコンクラブとか。どっちどっち？どっちか。覚えてない。そんなことある？で、運動系のクラブなんか教室率高かった覚えある。あー、そうやな。うん、すぐ埋まるみたいな。入れる人数がな、決まった、確かに。懐かしい。漫画クラブみたいな。イラスト描いてた。そんなんあったんや。そうそうそう。それが、あの、インスタのイラストに繋がってるんや。全然繋がってない。あの頃の経験を生かして、とかなんや。そう、加藤ちゃんの、その、加藤ちゃん加藤ちゃんの、そう、クリオネと合体した加藤ちゃんみたいなやつ書いてた。何俺、加藤ちゃんわからんねんけど、俺だけ。加藤ちゃん知らっぺーの。あー、それは知ってる。加藤ちゃんを書いとった。そう、加藤ちゃん。めっちゃうまいよ。人ってことなんかあんのよ。いろんなお土産の地区に、そのコラボ加藤ちゃんがいっぱいあるの。そうなんや。俺がもらったのはクリオネ加藤ちゃん。それ書いてた。あー、なるほどね。そういうのがあるんや。知らんな思い出したなぁ。日々勉強前の。小5？懐かしいなぁ。うん。小5はね。小5なんか一番覚えてないわ。あ、でもなんかそうやわな。あ、でも一番いい先生に当たったな。小5の時、小学校の時の。マジで GTO みたいな。そんな先生おったの？うん。そうそうそう。余裕で生徒殴ってたの。GTO とかちゃうよ。虐待行為だからな。めちゃくちゃいい人やった。あ、いい人やった、ね。うん。小5はね、俺ね、人生で一回だけ骨折あんねんけど、うん。で、小5やったな。そう、なんかね、その、うん、チャリで移動しとってんけど、うん、その曲がり角で、若めの女の人みたいなのにぶつかって、小5の俺とね、うん、ぶつかって、このままバーンとこけて、うん、その溝の、この縁をここに ぶつけたり。うわぁ、痛い痛い痛い。頭突っ込んでるみたいな。うん。なって。うわ痛い痛い。ってなったけど、うん、もう女の大人の人やから恥ずかしいから、大丈夫です大丈夫です、って言って、友達と遊びに行く途中やったから、うわ遊んど、そのまま遊んどったけど、うん、ずっと。はぁ、なっとって、なんか、多分、キモかったけど、ちょっとなんか、帰るわ、俺。キモいなそう。どうしたんってなっても、いやちょっともう今日帰るわ。帰って、で、親に病院連れて行ってもらったら、ほんで、日々行ってますって言われて。うわぁ日々ってなって。うんで、そのサポーターみたいなのつけなあかんねんけど、うん、なんかね、その、リュックの背負うとこあるやん。うん、そこだけみたいな。あれ、ね、後ろ布で背負うとこだけみたいな。をずっとつけて正午過ごしとって。あいつ何キモってなってた。白いリュック。紐だけ持ってるやつ。
おもろいな。事情知らんかったら、あれ毎日知らない。あれ何って。めっちゃ恥ずかしかったな。恥ずかしいな。あ、じゃあ俺小3に会ったわ。おえて。俺歯の矯正してたよ。ああ、そうなんや、うん。今上の歯綺麗なんだけど、下の歯ガチャガチャなんだけど、その上の歯をなんか3本ボボボンって抜かれたの。え？前歯を。歯医者で。そう、歯医者でボボンって抜かれて、小3から小4ぐらいの間ずっと入れ歯持ってた俺。珍しい。3本歯の入れ歯そう。ええー、あ、連チャンで？そうそう、連チャンの。そう、よくアニメであるさ、パカパカのやつの3本バージョンみたいな。で、俺もうこの外して出るとかね。カシャーってやって一番ウケるボケ、うん、これおったわおったわそれやってるやつ高校でおったわ高校でやってたよ懐かしいあったなうわー思い出したあった翔さん懐かしい時間も出たんやけど小6だけパッと言っとくじゃん小6だけパッと言っとくか小6さっきあ小6はねその、うん、俺もなんか若い兄ちゃんみたいな先生当たって、うんうん、でなんかその俺仲いい友達やから俺は全然怒ってなかったんやけど、うん、なんかその大仏社会の授業中で、うん、大仏の写真いっぱい載ってるやつあってん、うん、で俺当時からくるくるやったから、うん、俺髪の毛住岡みたいやんみたいななってへーって笑ってたら、うん、俺がおーやめろよみたいな撮ったら先生がバーンって切れて住岡君に謝ってください謝りに来るまで待ってますんで、バーンじゃね、ドア閉めて職員室帰って。友達が、ごめんって言われて、いや、俺、怒ってないで。気まずってなって。気まず。俺も一緒に先生謝りに行った。なんでだなんでや。俺もう大丈夫ですって言って。それあったな。なるほどね。気まずかった。うん、ああ、じゃあもう時間か。ないやん、こいつ。いや、あるあるある。いや、言っていいよ、全然。小6の時、俺、うん、おじい。ほんまにあるんか。ま、な、おじいちゃんとまではいかんけど、おじさんおじいちゃんぐらいの先生当たって。ああ。でもね、あからさめに、その、学園、その教師ドラマ見て、なりました、みたいな人だったよ。で、なんか、それで、おい、なんか、そのヤンキーみたいなやつに、もうやめねえか。俺と仲良くしようぜジジイが、いいねきつーきつ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 ーってみんな肝がってたみんな肝がってあるなぁ、でもで、なんかその歌をめっちゃ歌わせてへぇ歌手コンクールとかなかったのに学校残らされて肝で、その歌俺ら知らんかったやけどそのおかんとかが、これなんかあの時のドラマの主題歌よねってその学園ドラマの主題歌をもうエツになりたいから歌わせてて気持ち笑ってたんやで最後卒業式なんか骨折かなんかして、うん、まあ本当かどうか怪しいんだけど骨折かしてなんか式には参加できませんみたいになったの、うん、へーそ参加しないんやみたいなぐらいだったんだけど、うん、その投稿してらなんか黒板にびっちりなんか、うんお前らは一年間どうのこうの俺の生徒は誇りだみたいな。すごいなぁ。おい、書いとんだってその、言ってたヤンキーが全部消して生徒揃う前に。みんなどうかどうか全然慕われてんやん。かわいそう。みたいなことあったら。これ完全に血枠ってことか。あっったかどうかわかんないですけど、あの先生が。意外とね、盛り上がったな。意外と盛り上がりました。知り上がりにね。よかったよかった。よかったです。でも竹内が一時は一個も喋らんかと思って震えたけど。なんとかなりました。よかったです。じゃあこんな感じで、ボリューム20でお会いしましょう。合ってる？ありがとうございました。